社会主義を標榜するアメリカ民主党下院議員オカシオ・コルテス氏は、1月6日の議事堂乱入事件で死の脅威に直面していたと涙ながらに語りましたが、当時彼女は議事堂にいなかったことが明らかになりました。I'm hiding in this bathroom. I'm hearing these yells of these men, or just this a man, just one man, going, where is she? Where is she? 民主党のアレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員は2月1日、自身のソーシャルメディアのアカウントでライブ配信を行い、1月6日の議会議事堂乱入事件の際に自分の命が危険に晒されたと感じたと涙ながらに語りました。オカシオ・コルテス氏は当時、男がオフィスに押し入り、彼女はどこだと叫び続け、恐怖でオフィスのトイレに隠れた彼女は死にそうと感じたと話しました。オカシオ・コルテス氏は動画の中で、後にこの男は敵意を持っている議事堂の警察官であることが判明したと述べています。しかし、オカシオ・コルテス氏のオフィスの二つ隣の部屋にいた共和党のナンシー・メイス下院議員は、彼女が嘘をついていると指摘し、当時キャノンオフィスビルに侵入した暴徒は一人もいないことを明らかにしました。All I did was state the facts. I live in reality. I deal with facts and not fiction. And I said that there were no rioters in the hallways of Canon. I'm two doors down from you. オカシオ・コルテス氏とメイス氏のオフィスはキャノンビルにあり、1月6日に民衆が侵入した議事堂と地下通路でつながっており、徒歩で約6分の場所にあります。また、オカシオ・コルテス氏はライブ映像を公開した後、共和党員が議事堂の乱入事件の責任を取るべきだと非難し、テッド・クルーズ上院議員は1月6日の虐殺を助長したため辞任すべきだとツイートを連発しました。アメリカ保守系メディアナショナルパルスはオカシオ・コルテス氏の発言が大嘘であると報じ、ニュースサイトのレッドステートは彼女の議事堂での物語は物議を醸していると報道しました。NTD ジャパンがお伝えしました。